久しぶりだなおい。視聴動画です。久しぶりですね。いやめちゃくちゃ久しぶりだと思いますよ。そうだよね。前回なんだっけ、フレンドシップ。うわー、どれぐらい空いたかご存知ですか。え、正確にはどれぐらいなんだろう。2年半ぶりです。そんなに。久しぶり。久しぶりじゃないか。いやそうですか。溜めましたね。溜めましたね。なんでやんなかったんだろうか。やってこうぜなんて言ってたのにね。やってこうぜって言ってて2年半休んでますから。そんなに。そうなんですよ。いやでも、まあ、溜めた甲斐もあるんじゃないですか。ありますかね。アルバム以来っていうのはそう いい区切りなんじゃないですか。そうですそうです。アルバム出ますから、イエローダンサー以来の。いやいよいよポップウイルスというアルバムが出ますね。やりましたね。やりましたね。ついについにですよ。ついに出ます。待ってましたよ。その中から今日はあのハローソングという曲を一緒に聴こうじゃないかというそういう動画でございます。これはダラダラ喋っていいやつですかね。いいですよ。前どんなんだったかも全然覚えてないよ。前回はもういきなり聞かせたんです。あ、いきなりか。まあ、どうぞ挨拶してどうぞって聞いてもらってそうだったそうだった。そうですそうです。はいはいはい、はい、そうなんですよ。じゃ聞かせないっていう方向に持っていってみます。今度はせっかく聞けると思って聞けると思って再生ボタン押してくれたのにもかかわらず。ダメだね。ダメだ。途中で止めちゃうから。ああ、そうかそうか。みんな。そうです。聞きたいですよ。早く聞いた方がいいですね。うん、じゃあ楽しいですねこの感じ。って毎回言ってる。うん、楽しいですよ。毎回言うから。そう、でやってこうよ。楽しいんですよ。そう、やってこうよみたいな。やってこうよって言うけど。やらない。まあまあ、それはねタイミングもあるし、いろいろ。ね、見てくださいよこのスタジオ。すごい場所ですよね。いや本当ですよ、うん。本来はあっちに撮影するようなスタジオですから。本来はあっちの白いところを使うような建物なんですけど。ですよね。そうです、そうです。本来はね。まあでもここも十分なんかこうすごいですけど。いやかっこいいですよ。ね。うん、曲を聴かないですか。聴きます。聴きます。そうですよね。聴きましょう。聴きましょう。それじゃあ久しぶりの視聴動画でございます。星野源でハローソング。歌詞が出ます。ありがとうございます。ですね、じゃあ、宣伝タイム。星野源フィフスアルバムポップウイルス2018年12月19日水曜日リリース。収録楽曲は恋やファミリーソング、そしてアイディア、ハローソング、肌、コンティニュースなどなど含む全14曲収録でございます。3年ぶりのアルバムですから、とても気合が入っているわけですが、音源そして
さらに特典映像というものもありまして、そちらもとても気合が入っております。初回限定版、ブルーレイと DVD というものがそれぞれありまして、内容はどちらも一緒でございます。トータル98分。すごい入れましたね。入れましたね。入れました98分も。しかもあの取り下ろしです全部。これはね楽しいね。楽しかったね。楽しかった。楽しかったんですよね。楽しかった時間ですね。これ結構幸せだなと思う。なんかそういうなんかおまけつけなきゃいけないからもうこれやんなきゃみたいなことよりもなんかやったことないことやろうぜっていう感じでやれたんで、それぞれそれぞれね、それぞれそうですよ。寄せ集めではないですから、もうこのためそうなんだよね。こうマジで寄せ集めじゃないんだよ、ね、ないですよ。このために一から考えてね、本当に一から やって、うんうん、であれですから。いやライブの方はいいよね。ライブの方は全然あれは超かっこいいですよ、うん、あのスタジオライブっていうものをね初めてやったんです。でそのスタジオライブを取り下ろしで今回11曲入れました。音響ハウスっていう場所がありまして、そこはあの僕がいつもレコーディングしてたりする場所なんですけど、そのスタジオ使って、いつものねバンドメンバーに来てもらって全員で生演奏しました。これぜひ見ていただきたい、うん、であのそのスタジオライブもあるんだけど、ちょっともう一個ですねちょっと違うことやりたいなと思って、あのコントロールルームっていうのかな、あの音をこう操作する場所、普通そこで演奏はしないんだけど、うん、そこであの狭い場所でやっぱ演奏するのも僕大好きなんで、わざと狭い場所を作ってですね、そこでまた生演奏するという、それもすごいいい感じのね映像になっているので、ぜひ見ていただきたいと思っております。そしてあのニセアキラさんがすごいドキュメンタリー番組できましたよ。ニセさんがなんかね曲を作りたいと、で作れないんだって悩んでるという、そうですそうですことだったんで、とある場所にね、まあ、なんか缶詰になって、そうですね今回は曲を作る様を密着ドキュメンタリーとね、うん、創作をしている場所をね、見せてくれるという。今回は一人じゃないですからね、仲間たちってついてますか。仲間がいますから、タイトルに仲間たちってついてます。仲間がいるんだよ。仲間がいたんですね。仲間いたんですよ。あのニセさんが言ってた寂しくないって言ってまさにそれが映ってますよ。楽しそうな、そうだね、ニセさんがもう本当に画面を暴れ回ってます、うんうんうん、一応人は言まだ言っちゃダメなのかな、どうなの、まだですか、まだにしましょうか、まだだ、はい、内緒でございます。もうでもね、まあ、これは動画ずっと残りますから、もう知ってる人はあれだなって思うとは思うんですけど、そうかそうか、もうそれは仲間たちと一緒に曲をやるのかやらないのかね、曲が完成するのかしないのか、そこもぜひ注目ポイントでございます。でぜひぜひ見てください。もうすごい面白いです。さあそんな感じでね、いろんな本当にあの3年ぶりということもあって、うん、いろんなものをいろんな思いをですね込めて、であといろんなアイデアも込めてですね、盛りだくさんのアルバムになっております。ぜひ皆さん手に入れてください。よろしくお願いします。うん、そんな感じですかね。はい、ということでぬるっと終わって、ぬるって終わりますか。そうですね、はい、ぬるっと終わります。チャンネル登録してくださいね。このぬるっとしてる今の今ですよ、今いいんですよ、ポチッと押していいんですよ。じゃあ僕がこうキュッてやったら動画が終わりますから。あ、はい、何これ何これ、何今の、すいません、いいです、すいません、普通に終わりますか、普通に終わりますか、はい、まあじゃあツアー来てください、ね、そうですね、ツアー来ていただいて、ね、アルバムもぜひチェックしてください。よろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。星野源でした。